イリッシュなデザイン、多機能でコスパよし、ルイメン H1 スマートウォッチ、こちらを紹介したいと思います。本番1番よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい。さあどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。こちらルイメン、はい、取扱説明書、英語と日本語に分かれております。こんな感じ。はい、サイトの説明と簡単な説明の紙が入っておりました。そしてこちら、ではこのテープを剥がします。はい、本体でございます。そして充電ケーブル、特殊なタイプですね。充電はこちら、磁力でくっつきます。こういった形で USB につけて充電します。はい、そして全く同じ替えのベルトバンド、早速電源を入れていきたいと思います。今回のスマートウォッチ、ボタンはここ1個だけとなっております。長押しで電源が入ります。充電なかった、一旦止めます。はい、というわけで少し充電をしてきました。こちらがメインの画面となっております。どうでしょうか、仕様を見ていきたいと思います。はい、まずは液晶画面。はい、こちら HD 大画面液晶です。通知や文字が一目瞭然、高い解像度で楽しむことができます。はい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 、本体の仕様は IP68 防水防塵仕様です。日常生活の手洗いや洗顔の際はもちろん、夏汗だくになったりトレーニングも気にせず装着することができます。本体は大容量バッテリー、機械のフル充電で3日から5日程度連続使用することができます。操作をしなければ待機時間は約なんと1ヶ月、なので毎日毎日バッテリーの残量を気にすることなく使用することができます。充電方法なんですけども、こちら付属の磁気充電ケーブル、こちらは USB、 本体を裏返しますとここについておりまして、向きがあります。反対にすると磁気がうまくつきませんので、この場合はこっちからこうするとピタッとついて充電をすることができます。続きまして DIY 文字盤。本体にプリセットされている文字盤以外にも、スマートフォンから専用アプリで複数の文字盤をダウンロードすることができます。毎日の気分や服装、シーンに合わせてお気に入りの文字盤をセットして1日を楽しむことができます。そしてこの本体なんですけども、 Bluetooth 通信ももちろん使えます。一回付け心地試してみたいと思います。ラバーバンドなんで重さはほぼ感じません。こんな感じでございます。はい、ちなみにこちら軽量設計で通気口がいいベルトでございます。なのでほぼほぼつけた感覚はございません。一日中装着しても特に違和感なく生活することができます。時間が経過すると自動的に消えまして、下げます、そして上げます、はい、つきます、はい、見ます、はい、これぐらいのスピードで自動的に点灯します。高性能なスピーカー、高性能マイクが中に入っております。このスマートウォッチ1個で電話をかけたり応答したり拒否したり着信などですね、ワンクリックでミュートにすることもできます。連絡先の確認、音楽の再生、次の曲、前の曲、一時停止、音量のコントロールも直感的にこちらで行うことができます。またスマートフォンをよくなくす方、スマホを探す機能、アプリ操作だったり SOS コール設定することができます。いつも使っております LINE、X、Facebook、Instagram などそういった通知をすべてこのスマートフォンではなく、このスマートウォッチで通知を確認することができます。ちなみにこの振動もですね、設定することができまして、振動ありなしだったりも自分好みにカスタマイズすることができます。他に機能としては、お休みモード、スマホ検索、天気予報、懐中電灯、電卓、目覚まし時計、ストップウォッチ、 SOS、 ゲームなどなど、いろんなねアプリがたくさんありますので、自分好みに設定して使うことができます。またスポーツをやる方、監督はね正直あんまスポーツはしたいんですけども、あとは日常生活の自分の体の管理、そういったものを軽く紹介していきたいと思います。まずは時間計ですね。朝起きるとき、この腕時計で目覚まし時計に設定することができます。また料理する際にも使えるストップウォッチ、より良い時間管理を行うことができます。体調管理としましては、これをつけることによって記録される消費カロリー、歩数や距離も様々なデータを残すことができます。アプリにはなんと100種類以上の運動モードがありまして、多様な運動ニーズに応え運動管理をサポートしてくれます。ではですね、まずこちらにですねアプリのインストールがありますので読み込ませていきたいと思います。はい、こちらですね、ハッピーキャットフィットというですねアプリとなっております。タップ、利用開始、デバイスを追加。はい、というわけで検索でデバイス追加を押しますとすぐ出てきますね。はい、接続中でございます。ペアリングオン、お、来てますね。では
OK。 はい、というわけで今バッテリー 18% ございます。はい、というわけで、はい、接続完了、ありがとうございます。簡単です。はい、おはようございます。監督ときました。今使ったばかりなんで、お、文字盤センターが、おー、いろいろありますね。サッカー多いな、なんだろう。見ていきたいと思います。文字センター、お、マイ文字盤、あ、自分の写真をね、取り込めるわけね。いろいろありますね。カスタムダイヤルなんだ。お、あ、自分好みに、あー、こういう感じで作れる。単純デジタルミニマリスト、おー、あ、これ映画みたいでかっこいい。デジタルデータ、あー、でもこれもかっこいいよね。こういうシンプルな数字がドンとでかく出てるね。ポインターミニマリスト、はいはいはい、いいですね。おしゃれ、これかっこいいな。おー、かわいい感じですね。いいいいいい。12月だったらね、クリスマスなので、これをつける。心拍数、血中濃度、すべての健康データ、これつけてるだけでですね、自分の体調管理が見れるというわけで、めちゃくちゃ便利ですね。こんな感じでプロフィールと、したばっかりなんで、はい、私のメダル、メダルって何？メダルって、あ、歩けばね、こういうメダルがもらえるって。おー、いいね、やる気出るね、これね。クエストみたいでいいですね。リモートシャッター、おー、これね、はい、おー、あー、あ、すごい、いいいいいい、めっちゃいいよ、めっちゃいいよ、めっちゃいいよ。例えば、このリモートシャッターってボタンがあって、これを連携します。で、ボタン押します。そうしますと、3、2、1、はいっていう感じで、もう一回いこう。3、2、1、はいはい。というわけで、こんな感じですね。リモートシャッター便利、めっちゃ便利。これ使えるね。メッセージ通知、あー、というわけで、各 SNS をですね、通知することができます。通知設定、常用連絡、連絡先を追加していくことができます。ありがたいですね。健康モニターがモニタリングするというですね。おお。あ、こういう感じで自分に合ったものをちゃんとね、設定して運動することができます。喧嘩って何やね、喧嘩って。あ、喧嘩。ちょっとニュアンス違うけど、まあ。戦うやつ系ね。装置なんだ？はぁ、取り込むことができるという弾。まあ、弾だね、確かに弾だね。水滑り台って何？あー、なるほどな。訓練。はい。あー、あー、あー。じゃあちょっとこの画面上で見ていきたいと思います。はい、まずこちら左側に置くとメッセージです。こちらで LINE だったり X だったりメッセージ、メールですね。で、次、はい、歩く歩数だったりカロリー、こちらを確認することができます。はいはい、お休みモード、はい、こちらはマナーモードですね。音とかが鳴らないようにするモードです。はい、簡単にタッチしてすぐもオンにすることができます。で、ついてるときはこちら青くなります。で、消すときは、消します。はい、で、これ明るさで、あ、このプラスマイナスというものがありますので、明るくしたい場合はこう明るくして暗くする。はい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 、ちょっと明るめにしていきましょう。で、これ歯車、各設定を調整することができます。バッテリーの今の確率 10% しかないというですね。バイブレーション、振動ですね。あ、オフ、強い、弱い、この3つつけることができます。弱いにしておきましょう。はい、で、言語、はい、各言語が使えます。 QR コード、あー、さっきのですね、アプリとか本体を読み込ませる際にはこちらのアプリを使ってこの本体を認識させることができます。はい、電源オフ、リセットすることもできます。はいはい、あ、いいですね。だったらちょっとこれします。おー、かっこいいですね、美しい。この後なんですけども、さらに右に行くと、はい、こういった形でですね、心拍数かな、100と77、はい、で、お休みタイマーで、お、追加することもできる。あ、こうやってね、自分が、あ、天気追加、あ、これでマイナスで消すことができる、下げることができるかな。あ、音楽追加された。はい、で、天気予報ですね。こちら自分の地域を設定することで、さらに細かく設定することができます。で、ライト、あー、本体画面が明るくなります。暗いところですぐすることができる。お、スポーツ系来たら、おー、いろいろときましたね。腹筋運動ってなんだ？腹筋運動。3、2、1。あ、これで、1、2、腹筋するタイムね。なるほど。終了。すごい直感的で操作がわかりやすいですね。
はい、タッチとしては別にスピードもねそこまで遅くないので全然ね利用できる範囲だと思いますね。はい、はい、以上となります。いかがだったでしょうか。ルミネスマートウォッチ、技的認知症もされておりますので安心してご利用することができます。保証は購入時から1年間生活と仕事の効率を上げてくれるスマートウォッチ、まだスマートウォッチを持ってない方は自身へのご褒美、家族や知り合いのプレゼントなどにも適しておりますのでぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。この時なんですけども、メンズ、レディースどちらでも対応しています。万能型となっております。幅広い方にお勧めしております。というわけでこの監督ラボでは自分がおこれはすごいだったり、あこれは共有したいなとか、あとはクライアントからいただいたものをですね分かりやすくテンポよく紹介していく動画を最近多く出しております。ぜひ興味がありましたらチャンネル登録を押して他の動画リスト作っておりますのでぜひご覧いただければなと思っております。ではまた次の動画で会いましょう。こちら、はいはい、ではですね何種類、何個かですね、ではオッケー。タッチを押したいんだけども、タッチを顎で押そう。え、あれ違った。